ちょっと失礼、お嬢さん。そこの若いお嬢さん、あなたは入らないのかしら。ここじゃこの建物以外何も見つかりませんわ。入った方がよろしいのじゃなくて？いらっしゃいませ。お嬢様、さっさと入って空いている席にお座りくださいませ。どうぞ。お待たせして申し訳ありません、お嬢様。どうぞ。はい？何でしょう、お嬢様。それは当たり前ですよ、お嬢様。どうぞ召し上がってください。気分がすっきりしますよ。
はい。そうですよ、あなたが見たままに。はい、お嬢様。もちろんです。旅にお気をつけください、お嬢様。三。聞こえますか、海野さん。大丈夫ですか？え？先生、まさか彼女は。すぐに着替えて保健室に来なさい。自分の名前がわかりますか？なるほど。マリンちゃん行こう。あなたびしょ濡れよ。早く着替えよ。気にしないで、あんなの無視無視。ずっと黙ったままだね。ねえ、何か思い出せることとかある？それって私のことも覚えてないってこと？私はアミ、私たちは親友だよ。そして
ついさっきあなたはプールで溺れかけたの。ごめんなさい。もしかして余計に混乱させちゃった。あんまり思い詰めないで。すぐに何もかも思い出すから。もちろん、私を信じて。先生、着替えが終わりました。心配しないでください。大丈夫ですよ。それを聞いて安心しました。はい、どうぞ。で、本当に何も思い出せませんか？冗談じゃないですよね。海野さん、し、お静かに。海野さん、大丈夫ですか？静かにしてください。あなた以外の方には私の姿は映りません。海野さん、どうぞ座ってください。よろしい。ではまず自己紹介をさせてください。私はこの学校の保健医をしているもので、滝沢翔と申します。怖がる必要はありませんよ。まず最初に思い出せるものから話してみてください。ゆっくりでいいですよ。時間はたっぷりありますから。それだけ？そうです。あなたの名前は海野真凛。この高校に通っている女子高生の一人。
水泳の授業だったんです。あなたは完全に治っていないにもかかわらず無理に授業に参加しました。数ヶ月前あなたは階段から転んで足を痛めてしまいました。何も感じませんか？自分が以前水泳部のエースであったことも覚えていませんか？一度病院で見てもらった方がいいですね。滝沢です。海野さんの。ずっと黙ったままですね。あ、さっきのはあなたの番号ではないですよ。私が連絡したのはあなたのご両親で、現在海外赴任されています。その、まあどうせすぐにわかると思いますが、実はあなたのカウンセリングを以前から受け持っています。足を怪我した事故のせいであなたは相当落ち込んでいましたからね。残念ながらさっきの話だとまだご両親たちは戻ってこれそうもないですね。あなたのことをよろしくと頼まれました。行きましょう。病院まで連れて行きます。こんな状態のあなたを一人で行かせられません。どうせ場所も覚えていないでしょ。
顔色が悪いですよ、お嬢様。私のことをお嫌いですか、お嬢様。それは残念ですね。お嬢様は私にとって大事なお客様ですから。でもあなたもまだその海のマリンという名前が自分の名前だと認めていないでしょ。スイと申します。まず私のことを名前で呼んでもらえませんか。お嬢様、あなたものすごくひねくれ者ですね。なんでもないですよ。もちろん実際にございますが、同時にどこにもございません。私たちのカフェに訪れるお客様はみんなすでに亡くなった方々なので、この現実世界ではカフェゼロは存在しません。今お嬢様が見ているのは過去の世界となります。そう、お嬢様が亡くなった7日前といったところでしょうか。この7日間であなたがどう変われるのかを楽しみにしております。お嬢様、本当に私の話をお聞きにならないのですか、お嬢様。せっかくあなたの体が見えるようにする方法を教えようかと思ったのですが。口答えばかりしないで、ちゃんと私の話も聞いていただけませんか。何をおっしゃるんですか。じゃ、そろそろ説明を続けさせていただきますね。まず、こちらに立っていただけませんか。何か見えますか。これは良くないですね。今日はもうそろそろ終わりますし、そしたら残りの期間はあと6日間しかございませんね。お嬢様、自分の見た目を覚えていらっしゃいますか。
そうですね、忘れるところでした。あなたは何も思い出せていないんですよね、お嬢様。本当にいいですね。嫌な経験一生分を丸ごと全て忘れることができるとは羨ましい限りです。おっと、これは失礼しました。再び自分の体を見るにはお嬢様の覚悟が必要です。もちろん亡くなった後のための覚悟ですよ。それがお嬢様の運命ですから。別に思い出さなければいけないとは言ってないですよ。あなたはただ覚悟を決めてあの世に向かう心の準備を整えなければいけません。あなたは決して逃げません。それに逃げようとしても逃げられないでしょう。とりあえずその引き出しの中を確かめていただけませんか、お嬢様。そうですか。もしかしてお嬢様の過去につながる何かがあるかと思っただけです。そうですよ。ただし最終的に判断されるのはお嬢様にございます。そうですよ。とりあえず今日の話はここまでです。お付き合い。ではまた明日お会いしましょう。おはようございます。何をおっしゃるんですか。一晩ずっと一緒にいたじゃないですか。さ、調子はいかがですか。あと6日間しか残ってないですよ。
リンちゃん、おはよう。まだ私のことを思い出せないの？別に怒ってないわよ。そのうち思い出すと思うし。で、私に聞きたいこととかある？あまり変わらない気がするけど、やっぱり昔のあなたはずっといろんなことで落ち込んでたからね。そのちょっと暗かったんだ。でも信じて、あなたはやっぱり私が知ってる海のマリンよ。どっちかというと今のあなたの方が元気に見える。もちろん。お帰りなさいませ、お嬢様。何かございましたか？私はずっとあなたと一緒にいましたよ、お嬢様。気づいていませんでしたか？あなたに見えないようにしていただけです。ちょっと黙ってていただけませんか、お嬢様。これは仕事です。さあ、自分でもよく覚えていません。どこに行くんですか、お嬢様。別に覗くためならわざわざ能力を使う必要はございませんよ。でも安心してください、お嬢様。私にはその気が全くございません。ここでお待ちしております。そろそろ始めましょうか。こちらに来てください。これはよくありませんね。何かが映ればと思いましたが、例えば胸、あ、いや、腕とかですね。すべてはあなたの覚悟次第ですよ、お嬢様。ちゃんとした覚悟ができていたら、お嬢様も自分の体のすべてを見られるようになるでしょう。
頑張ってくださいね、お嬢様。それだけです。自分の頭を使ってよく考えてください。あ、これは失礼いたしました。まだ頭がついていませんね。どうぞお好きなように。